フランケンシュタインの幽霊は1942年、アメリカのユニバーサルが制作したホラー映画。旅重なる不幸を、フランケンシュタインの呪いと考えた村人たちによって、爆破されるフランケンシュタイン城。しかし、それが、引き金となり、異様の中で眠っていた怪物が目覚め、生きていたエゴールと共に、ウォルフ・フランケンシュタインの弟ルドーイングのいる、新天地を目指す。 ルドウイグの住む村にたどり着くも、怪物はまた村人と騒ぎを起こす。ルドウイグが怪物の解体を決心したところ、そこに初代フランケンシュタインの幽霊が現れ、怪物が人殺しとなる根源になった犯罪者の脳を正常な脳に入れ替えることを提案する。手術で怪物の脳は入れ替えられるが、その脳は名声欲に駆られた助手のボーマーによってイゴールのものとすり替えられていた。 不死身の体を手に入れたことを喜ぶイゴールは、怪物と血液型が違ったために失明する。怒れる怪物はボーマーを殺害するが、医療器具を倒したことで出火し、ルドーイクともども炎の中に姿を消すのであった。吹き替えは DVD 版。ありがとうございます。